株価分析をして投資をする人を一人でも増やしたい。どうもクラゲです。今回は先日挙げたビーバシステムズの財務データに引き続き株価分析もしていこうと思います。株式投資をする際はもちろん財務データが優れた企業を選ぶのがいいと思いますが、現在の株価が適正価格なのかは別問題です。財務データが美しいがゆえに割高になってしまっている銘柄も多いので、株価分析をしっかりと行い適正価格を把握してもらえたらと思います。それではやっていきましょう。今回使用する手法は BPS と ROE を用いる手法です。普段は EPS 成長率を用いる方法も行っていますが、ビーバシステムズは若い企業で EPS 成長率が異様に高いため理論株価の算出では適切ではないと判断し、今回は行いません。動画内における表示の注意事項です。株価分析の動画を初めて見てくださっている方は一度確認してもらえたらなと思います。早速 BPS と ROE から10年後の理論株価と期待収益率を求める方法をやっていきたいと思います。まず過去8回分の ROE のデータを持ってきました。 ROE の平均値を計算すると 14% となります。ここで BPS 成長率を9とすると、9は ROE 平均値×括弧1引く配当成功の平均値で求めることができるんですが、ビーバシステムズは配当を出していない企業なので配当成功の平均値は0となります。そしたら実際に値を代入してみると 0.14 かける括弧1引く0となり、答えが 0.14 となりました。これはつまりビーバシステムズの BPS は年 14% ずつ成長すると予想できたことになります。ここで求めた ROE の平均値と BPS 成長率は忘れないように上のメモ欄に記載をしておきます。続いて先ほど求めた BPS 成長率9を使って今後10年の BPS を予想します。 M 年後の BPS は現在の BPS かける括弧1たす9の M 乗で表すことができます。この式に現在の BPS と先ほど求めた BPS 成長率9を代入することでこのような式を導くことができます。そして実際に今後10年分を Excel で計算してみるとこのような結果になりました。表を見ると10年後の予想 BPS は 50.35 ドルであることがわかりますよね。この値も後ほど使いますのでメモ欄に残しておきます。続いては10年後の予想 PR を求めていきたいと思います。まずはビーバシステムズの過去8回分の PR のデータを持ってきました。10年後の PR をどう考えるかですが、 PR は投資家の期待感であり上下するものですので平均を取るのがいいと思います。実際に総価平均、最もスタンダードな平均を計算したいんですが、2014年の PR232 倍は明らかに外れ値となっているので計算では除外をし、分母も7として計算するのが適切ですよね。実際に計算を行うと 85.3 倍となりました。ここで求めた10年後の PR も後ほど使いますのでメモ欄に残しておきます。さて株価は BPS×ROE×PR で計算をすることができます。よって ROE が今後も過去平均を推移すると考えると、10年後の理論株価は10年後の予想 BPS×ROE の平均値かける10年後の PR で表すことができます。そしてメモ欄を見てもらうと必要な値は全て揃っていますよね。実際に値を代入して計算を行うと 50.35×0.14×85.3 となり、10年後の理論株価が 583.6 ドルであることが分かりました。この理論株価は期待収益率を求めるときにまた使いますのでメモ欄に記載をしておきます。続いては配当金についてです。普段であれば予想した BPS から予想 EPS を推測し、そこに配当成功をかけることで配当金を予想しています。ただビーバシステムズは配当金を出した実績がないので今回の予想累積配当は0とします。いよいよ期待収益率を求めていきます。期待収益率を α とするとこのような方程式を立てることができます。この式を α イコールの形に変形をするとこのようになりました。撮影時点でビーバシステムズの株価は288ドルなので、現在の株価を288ドルとし、メモ欄にある10年後の理論株価と予想累積配当を代入して計算を行うと 0.073 という計算結果が出てきました。これはつまり現在の株価288ドルで購入をした場合に
理論上では税引き前利益で 7.3% の年間利回りがある投資になることになりますよね。期待収益率 7% は近年のインデックス投資の利回りと差がありません。個別株投資ではインデックス以上にリスクを取っていることを考えると、ビーバシステムズはやや割高な水準であると思います。最後にまとめです。 BPS と ROE から求める期待収益率は 7.3% で星2つとなりました。そして前回の動画で行った財務データ分析と今回の株価分析を踏まえた総合評価です。ビーバシステムズは素晴らしい財務指標をしていて、財務データは5点満点中4点でしたが、株価分析においては期待収益率 7% と物足りない水準でしたので5点満点中2点となりました。よってビーバシステムズの総合評価は10点満点中6点となります。個人的には8点は欲しいと考えているので、今の状況では購入することができないなというのが本音です。最後におまけで、購入を検討されている方のために期待収益率と株価の関係を表にまとめておきました。表を見ると期待収益率 15% を目指すのであれば144ドルで購入する必要があることがわかりますよね。ただビーバシステムズの現在の株価が288ドルですから、株価が大きく調整をしないと買い時は来ないことがわかります。いずれにせよ人によって求める期待収益率は異なりますし、投資は自己責任でお願いします。私はですね、理論株価や期待収益率を用いて論理的そして定量的な投資を行うことで投資判断の優位性が生まれると思っています。株価分析のやり方について詳しく解説した動画とビーバシステムズの財務データ分析の動画のリンクを概要欄に貼っておくので、こちらもぜひよろしくお願いします。皆さんの注目銘柄は何ですか？コメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。今日も自由のために頑張っていきましょう。それでは That's it。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは米国株の財務諸表データを分析しています。また Twitter では1日1銘柄米国株のデータを写真付きで公開しています。銘柄リクエストも随時受け付けているので、チャンネル登録、コメント、Twitter のフォローよろしくお願いします。